こんにちは。芸術家の斎藤悟です。11月のカレンダーの詩を読ませていただきます。誇りが人を強くする。誇りが人を強くする。えー、これどういうことかっていうとですね、まさに誇りが人を強くするわけですね。はい。いつものことでございますが。えっ、ー、と、僕ね、いろんな人たち見てて、あの、本当にね、誇りを持ってる人って、 心が強いし、それに見合ったパワーが出てる気がするんですね。えー、例えば、あのー、まあ、誇りとは何か。えー、例えば、すみません。誇りとは何かという説明からさせていただきますと、えー、誇りっていうのは、ほ、おこりという言葉ですね。ほ、おこり。ほっていうのは、火とかエネルギー。エネルギーのことをほっていうんですね。日本の言葉でほが起こる。エネルギーが起こる。だから、ほのおとか、 稲穂とかね、えー、エネルギー、稲の穂とか、あの、穂の王とかね、えー、穂っていうのはエネルギーを意味するそうなんですけど、で、その穂が起こるわけなんですけど、まあ、誇りを持つと穂が起こるわけですね。じゃあどうしたら誇りを持てるかって言ったら、大切にしてきた、ね、大切にされてきたものを大切にしたときに、誇りを持つんですよ。 例えば、村のお祭りがあってね、村でお祭りがあって、その村のお祭り、村が大切にしてきたものを自分の代で大切にする。村の祭りに誇りに持って盛り上げていくとかね、え、みこしを担ぐとか、誇りを持つことによって人って強くなるわけですね。あの、誇りが人を強くする。おみこし担いでてもね、いや、なんか重いもん担いでるなとかって言ってね、や,やめたとかってならないんですよ。誇りを持ってる人は重たいおみこしを担ぐわけなんですよ。 そして、例えば、ね、あの、代々伝わってくるお仕事、京都とかね、えー、ではそういう代々伝わっているお仕事とかあるわけなんですけど、その、ね、昔の人たちが伝えてきた、ね、えー、大切にしてきたものを大切に自分が受け取って、自分の代で頑張ろうって思うことは、ね、そういうふうにしていくと、あ、自分の代で潰すのは嫌だっていう気持ちもあったり、もちろんね、イノベーションって言ってその方法は変えたりしますよ。 えー、例えば、えー、今まで、こう、染料名あ、染料ってね、服を染める人たちが、服を染めるんじゃなくて、何か、あの、何かいろんなね、えー、道具を染めたりね、いろんなイノベーションで、形は変われど、その仕事に誇りを持ってたら、何かつなげていこうとかね。自分の、まあ、例えば自分の会社が万が一閉じてしまっても、ここで得たものを次に誰かに伝えていこうとかね、えー、誇りが人を強くするんですね。 またね、えー、ドイツと日本っていうのは誇りの教育が上手なんですね。日本で言ったら、えー、2600年続いてきたこの日本の歴史を大事にしようって思うから、日本文化に皆さん誇りを持ったりする。あとね、まあ、ドイツもそうですし、スイスも誇りが高いんですね。えー、誇りの教育が上手。だからスイスの方々は、えー バチカンっていうね、あのー、まあ、ちょっと専門的な話になっちゃうんですけど、バチカンっていう小さな国の、まあ、宗教的な国があって、そこの兵隊って全員スイス人なんですよ。スイスの人たちって誇りを持ってるから、命がけでバチカンを守るんですよ。で、自分が逃げたらダメだっていう誇りを持つから、絶対逃げないっていう誇りがあるから、バチカンの方々はスイス人を兵隊に雇うんですよ。で、警察とかに雇うんですね。で、えー、あとですね、 あの、スイスの時計とかっていうの、スイスの時計ね、スイスってのは天然資源がないの。天然資源がない中でどれだけ、あの、この国が、ね、世界的に生き延びていくかっていうのは、誇りを持ってやっていくからなんですね。で、日本の製品も、日本のほメイドインジャパンに誇りを持つから、全世界にこう広がっていくわけですね。で、とにかくね、誇りを持つことによって、その、そこの製品っていうのはどんどんいいものになっていく。ね。 誇りがないと不正が始まっていくんですよ。ね。だから、誇りを持って仕事をしていく。それが大切にしてきたものを大切にする中で、今自分の代で不正をして、で、ね、誇りがなくなるようなことはしない方がいいとかっていうふうに思うわけですね。うん。だから、誇りが人を強くする。で、その誇りというのは、自分のご先祖様に誇りを持ってますいしで、じいちゃんばあちゃんたちが開婚してきたよね、でもいいし、自分の血筋じゃなくてもいいんですよ。で。 例えば、孫正義さんってね、ソフトバンクを作った、えー、大社長がですね、孫正義さんが、坂本龍馬がいた国なんだ。で、坂本龍馬という人に、ね、同じ国の人なんだって誇りを持ってるとかね。まあ、別にその日本だけではなくて、アジアという地域に誇りを持ってもいいし、アジアでは素晴らしい文化があったんだ。でもいいし、人類に誇りに持ってもいいんですね。8万年前、でアフリカから、 発生した人類が、ね、絶滅することなく世界に広がった。人類はすごいんだって誇りを持ってもいい。どこに誇りを持ってもいい。自分の人生に誇りを持ってもいい。ね。また、あの、結構ね、えー、学校とかであるのが、先輩に、 えー、インターハイに出た先輩とかがいるとね、この学校にはインターハイ出た先輩がいるんだという誇りを持って、インターハイが出た先輩を、のその気持ちを大事にして、大切にした、されてきたものを大切にして、よし、僕も頑張ろうって言って、インターハイが出た先輩がいると、そこから結構何代かインターハイに出る人たちが増えるんですね。それは、大切にされてきたものを大切にするから。誇りが人を強くする。ということで、その誇りがね、 自分の人生を振り返ってみて、どこでもいい。誰でもいい。ね。あの人に育ててもらった。あの人にいろんな勉強しさせてもらった。ね。あの商品に出会った。自分のつ使ってる商品が、ここがいいんだ。とかね。そういうところに誇りに持ってもいい。誇りは自分から見つけていくしかないんですよ。誰かに買って、ね、くださいって言っても、あの、もらえるものではない。自分が、ね、掘り下げていかないと誇りは見つかんないんですよ。ご先祖様を掘り下げてね、誇りを見つけていったり。 また自分のね、えー、使ってる商品のこ、あそこがいい、ここがいいって掘り下げていったり、自分の地域の誇りをね、掘り下げていったりすることによって見つかっていきます。いっぱいの誇りに囲まれることによって、どんどん人は強くなりますからね。誇、え、り、ー、が人を強くするという話でございました。えー、今月もいい月でありますように、斎藤悟でした。